か広がってください。外野入れます。ユンキも当たったよ。普通に当てられた。一番最初に当てられた。パスじゃん。制限したりっていうのは私個人的にはしてないです。なぜならやっぱり7日間1週間もありますし、何十年も続いていくことなので、なるべくそこをストレスをかけてしまうと練習にそもそも行きたくないとか、じゃあ人前にやっぱり行きたくないとか、全てのことにおいてちょっとこう自分の心の中に留めておきたいみたいな気持ちにも私個人的にはなってた時期があったので、私も次と一緒でその欲に対してはあまり制限していません。食べたい、甘いもの食べたいに対しては甘いものを食べて応えますし、その代わり、みんなもそうだけどサッカー選手だから運動はできると思うんで、じゃあプラスで甘いもの食べちゃったなって言ったらマイナスでサッカー頑張りましょうって、やれれば、まあ、これからね体大きくなってっていうのもあるけど、体重の増加っていうのも緩やかに増加できるのかなと思うので、はい、お願いします。何歳からサッカー始めたんですか？サッカーは、2歳から始めました。2歳から。うちと同じ。3歳の時の幼稚園生の時にはスクールに入ってました。好きな食べ物は何ですか？食べ物、食べ物そのものが好きなので、嫌いなものが本当に一つもない女性だから、その時疲れてた、疲れてる時に食べたいものは何かなとか、頑張りたい時に食べたいものは何かなっていうふうに考えては今いるので、試合の前に例えば力をつけたいなって思う時は、お肉食べたり、ご飯食べたり、頑張ったご褒美は甘いもの食べたいなと思ったら甘いもの食べる。嫌いなことある？何嫌いなのか。他の人に仕事をさせないことが。ウニ？ウニか。ちょっと考えてなかったね。もちろん今ある日にとるのが何時間とかありますけど。はい。子供の時は。パフォーマンスを発揮できる自分で。そうですね。今心がけてます。やっぱりそんな遅くならないようにとはしてましたし。なんだろう。あんまり親にも言われたことなかったんで、早く寝ようとか、なのでそんなに深夜まで起きてたわけでもないんですけど、でも次の日サッカーしかやってこない、うまくなるために栄養もだし練習も、で睡眠もっていうのは野球だとかそれは言われてたんで、バスケットボールだとかその時間とかに学校でやるあんまりだっていうのが、で今は選手として、まあ、プロとしてやらせてもらってるので、運動がさっきプロと言ってもその技できるのがちょっと育児があって夜中に起こされたりとかトイレしたりとかって全然輝けなかったのであるんですけど、あそれでも運動全般苦手です。そうですね、やっぱ睡眠取らないとやっぱその練習が土台に乗らないので、そこの睡眠の質っていうのを
っかり考えてやってます。いいんですか、そんなこと。すいません、あまり答えていただいて、すいません。はい、いきます、はい、よいしょ。みなさん笑顔で、ナナ笑顔硬いよ、はい、すいません、いきます。はい、いきます。はい、せーの、はい、最後まで、はい、いきます。はい、せーの、おめでとう、おめでとう。あ、ごめんなさい、動画も。はい、OK です。わー。